ラハマトリガムスタッファは、ガーナの首都アクラ出身のサッカー選手。U-21 オランダ代表であった。ポジションは、ウィング、ホワード。1998年に、オランダのフィテッセからデビューし、2000から01シーズンには、RBC ローゼンダールに、レンタル移籍した。2003年に、スパルタロッテルダムに移籍し、2シーズンで26得点を挙げた。2005年、 スペインセグンダ・ディビシオンのレバンテ・ UD に移籍した。2005から06シーズンは38試合に出場して11得点を挙げ、プリメーラ・ディビシオン帰り咲きに貢献した。2006から07シーズンは初のプリメーラ・ディビシオン挑戦ながら9得点。2007から08シーズンも8得点を挙げ、加入から3シーズン連続でチーム内得点王に輝いた。スペイン在籍時には、 その戦烈なスピードから弾丸の異名を取った。2008年夏にレバンテ UD との契約が満了し、8月1日、プレミアリーグのボルトンワンダラーズ FC と契約した。8月2日、チョーリー FC とのプレシーズンマッチでデビューして、得点した。リーグ戦デビューは8月23日にセントジェームズパークで行われたニューカッスルユナイテッド FC 戦で、 85分に途中、出場した。その後、選手登録されない期間があったが、2009年8月に再登録されて、背番号10を背負った。2009から10シーズン終了後、背番号15に変更した。2010から11シーズン開幕時には、ボルトンの登録リストに入ることなく、2011年1月27日、クラブとの契約が満了した。 2011年3月22日、セグンダーディビションの FC カルタヘナと契約した。同年9月28日、クイーンズパークレンジャーズ FC のリー・クックと共に、ノッティンガム・フォレスト FC のリザーブチームのトライアルを受けた。ありがとうございます。